皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、7445ライトの動画解説をしたいと思います。この銘柄12月中旬にですね、出来高を伴って株価大きく一度ね反発してましたけれども、その後ずっと陰線続きでですね、基準線割れまで一回調整をしてきております。しかしようやくですね、12月29日出来高を伴って反転してきてますので、チャートの形でいうと一度大きく上げて下げた後、そこから切り返しですので、この12月14日のこの高値をですね、抜いてくるようだとカップイズハンドルが形成されるようになりますね。で、この下げてる途中はですね、出来高がずっと減ってきておりますし、なおかつこう値幅もだん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 小さくなってきたところで、陽線、陽線、十字線の後、出来高伴って大きく反転してきてますんでね、ここから再び上を目指していく可能性が、ね、高いんではないかなと思います。でなおかつ地高線もですね、雲を抜けてきておりますし、今転換線にですね、ちょっと押さえつけられてきてますけれども、転換線はですね、あと1日2日はですね、転換線が下がる形になりますね。で転換線9日で計算しますので、1,2,3,4,5,6,7,8,9 とした場合、この上髭までがね、高値で計算されますけども、1日追加されるごとにですね、これが外れてこうずっときますので、転換線を今度はね、抜けやすくなるんではないかなと思われます。まず最初のターゲットとしてはこの12月14日566円というのがありますけれども、こう抜けてくるとですね、それ以前のちょっとチャートこれ掲載してませんけれども、600円の頃にちょうど窓埋めというのがね、ありますので、この566円抜けてくると、この窓埋めの600円ですね、そこを目指していく可能性がね、高くなるんではないかなと思われます。で順調に上がってくればいいですけれども、逆に下がってきた場合ですね、結果的には転換線で弾かれてね、あっさりと基準を割ってくるようだと、ちょっと警戒ですね。でなおかつここの安値ですね、450円をちょっと割ったところの安値、ここ割ってくるとですね、せっかく出来高伴って反転してきたやつが全部帳消しになってきてしまいますので、この安値を切ってくるとですね、一度ロスカットですね。あと最悪はですね、この11月15日のこの高値がありますけれども、ここ割ってくるとですね、もう完璧にこの上げがね、騙しだったということになりますので、完全撤退をね、する必要が出てくるかと思われます。では以上でライトオンの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。